では最後にこの、伝令兵かな、この人を作っていきたいと思います。この人の場合はですね、車両に、しっかり乗せるということが、重要なポイントになってくるかと思いますので、しっかり仮組みをして作りたいと思います。仮組みは、パーツをセメダインの BBX これで仮止めして、調べていきたいと、調節をしていきたいと思います。仮止めに使うこのセメダイン BBX の、使い方をね、もう一度おさらいしておきたいと思います。まずですね、何かにこうちょっと出した方がちょっと使いやすいかなと思います。出しまして、で出した直後は粘りはありますけれども、まだサラサラしてる感じですね。これを片面に塗りまして、でこちらもこのまますぐこう貼り付けても、ぬる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 動くんですね。なので、10分か15分ほどこのまま置いておきます。そしたら弾力が出てきますのでね。ちなみに上の部分が今1日経ってるんですけれども、こんな感じですね。こんな粘り具合です。ある程度動きます。で、この部分もこうやって出ますよね。取った後こう残るんですけれども、セロハンテープ等でこうグッと押さえてやって、こうやってやるとこの通り綺麗に剥がれます。はい、15分ほど時間が経ちますと、ちょっとベタつきが出る程度に変わってきますので、この状態で貼り付けます。結構しっかりつきました。ではこれで、ここにセットして、いろいろ様子を見たいと思います。前から見る限りにおいては、それほど、ここにちょっと隙間ができてますけども、それほど、大きな隙間は見当たらないかなという感じですね。この辺ぐらいですね。ただこれはちょっといただけないですね。ちょっとここの隙間は大きすぎますね。これは処理しておきたいところですね。